今日のお洗濯情報をお伝えします。今日は外干しできるところが多くなりますが、日本海側のエリアは部屋干しがおすすめです。北海道札幌は今日は雨が降ったりやんだりします。また福岡も雲が多く時々雨が降りますので部屋干しが良さそうですね。その他日本海側、金沢や新潟は天気下り坂です。晴れていてもだんだんと雨が降り出しますので、空の変化にお気をつけください。お出かけされる場合は部屋に取り込むようにしてください。広島は日差しが届いていてもにわか雨の可能性があります。空の変化にご注意ください。その他のところは広く日差しが届き外干し OK となっています。では今日の天気の変化を見ていきましょう。朝9時の予想から時間を進めていきます。低気圧や前線が近づいてきます。北海道は朝から雨が降っているところが多いですね。東北の日本海側や北陸もだんだんと雨のエリアが広がります。九州の東シナ海側や山陰エリア、こちらも雨の心配があるのでご注意ください。瀬戸内や近畿は日差しが届いていてもにわか雨の心配があります。太平洋側広く晴れるんですけれども、西日本方面は外干しされている方、外の変化に要注意です。今日の天気の変化もお伝えをしていきました。お洗濯情報でした。最新のお天気やお洗濯情報はウェザーニュースのスマートフォンアプリからご確認ください。